レオーネア・バッキョーは高校を卒業すると警官になった。警官は命を懸けて人々を守る。パトカーの窓を石で割ったりする。警官たちがクソにも劣る悪党を命がけで捕まえても、ねえおまわりさん、見逃してくださいよ。熱心な人だ。頭を打ち抜かれている。俺を逮捕したらあんたが賄賂を受け取ってることもバレちまうんだぜ。アバキオ、そいつ銃を持っている。死んじゃう。彼は汚職警官として罰を受けただけでなく、アバキオだったな。謎を解けるんですね。ジョルノ、どうかしてんじゃねえのか。貴様、ジョルノ、どこだ。ずいぶんクレイジーなことをやるやつだぜ、ジョルノ・ジョバーナ。このハエはナランチャの靴。おかしい、どこを移動してくるんだ。だがここはヤバいぜ、ヴィタルティ。ハエは大丈夫か。選手に向かってきている。そこじゃないな。ナランチャが襲われたのはもっと先の時間だ。100億は俺たちのものだ。その金があれば幹部の座が手に入る。ナランチャが書いてる汗も脈拍までも全て見れる。来た。これはジョルノの言った通り生きているぜ。これであのジョルノのハエが大体の位置はわかるが、ムーディ・ブルースのリプレイを続行するぜ。野郎の近くにいたらお前のジッパーで床を切開して叩け。ムーディ・ブルースはあの浮き輪の下を通過している。野郎はさっきそこに潜んでいたんだ。その6度目のうちはデッキーフィンガー。だから切り開いたそこだぜ。俺のムーディ・ブルースは確かにそこにいる。やばいぞ、リプレイを解除してスタンドを戻せ。もう解除している。近づいてきたぞ。ここにはいるということか。早く逃げるんだ。逃げるだと。来るぞ。分かったぜ、こいつのもう一つの謎が。アバッキュア、殺すんだ、ブチャラティ。クソ、何。アバッキョー、あいつらをどこに隠している。もう陸が近いってことだな。喋んのはこの俺だ。ありがたく思え、殺して海に捨てることもできたんだ。貴様、パッショネのものか。一言につき仲間一人殺す。何って聞き返しても殺す。それじゃあ質問するぜ。ありゃカモメじゃねえぜ、ウミネコだ。一人ぶっから。やってみろ、てめえが引きずり出されなきゃな。あ、なんだと。アバッキョ、お前がどこに潜んでいるのか謎を解いた。血の流れはデッキの床下に落ちていなかったんだ。もうバレたんだ、溺れんのが嫌ならよ。船は2隻あった。わからねえはずだ。そこんとこは尊敬してやるぜ。てめえの命も取る。呪い野郎だぜ。よくやった。さっきから僕もずっと見ているが、つけてくる船は一つもない。一人だけで追ってきたとはどうしても納得できないんだ。お前どっち使ってほしい？メガネと釣り糸。そいつも多分スタンド使いなんだろう。両方使っちゃうぜ俺はよ。お地獄。
つまでも遊んでんな。こいつをリプレイして見てたら下の船室で無線機を使い始めた。しかし隠し場所おいどうすんカプリ島から2時間以内でつけるところだ。誰なんだ相手のこの男は誰なんだよ。それに実際スタンドの正体は知らないのかもしれない。無線の男は完璧にズッケーロに何かあったと思うに違いない。孫ついていても仕方ない。誰かが先に上陸してその男を探して始末すればいい。僕はこの浮き輪を魚に変えられます。このジョルノ・ジョバーナには夢がある。僕は100億リラが欲しい。俺はジョルノの言うことに賛成だぜ。こっちから攻撃だぜ。こういうのには向いてるからな。よくないですね。ミスタさん、あの中からあと20分で謎の男を探し出す計画は。何やってるんです。俺は男の顔を知らねえが。あと20分程度と言いましたが、心配性の男なら残り10分かもしれないし。昼飯時は昼飯なんだ。俺はエコヒーキしねえように気ぃ使うぜ。ペット扱いすると機嫌が悪くなる。みんなお昼寝は仕事が終わってからにしてくんねえかな。お前はビニール袋から無線機出してな。仕事終わったらごちそうだ。やる気出すぜお前ら。ボート監視小屋までお越しください。無線に出たそいつに弾丸をぶち込む。まだ誰も向かわない。どなたもいらっしゃいませんか。いえ誰も動きません。この島のどこかにいるはずなのに。どういうことだ。まだ誰も小屋には近づいていない。奴はすでに小屋の中に入っている。違う。奴は無線に出ているんだ。ミスター。やったのか。今忙しいんでよ。苦情は後で聞いてやるぜ。でかしたぜピストルズ。遠隔操作型ならもうとっくに俺を攻撃してるはずだからな。おそらく奴はその先だな。おやおや、そうもいかねえか。俺はまだ奴の顔は見てねえ。くらえ。眠ることを楽しみ、朝日の中の木の枝や、これまでの人生ミスタはとてもハッピーに過ごしてきた。ミスタが17歳になった時、ある出来事に彼は学ぶ。よく晴れた夏の夜、ミスタはいつも通りフラフラと夜道を歩いている。てめえ兄貴に何しでかしてんだこら。くんじゃねえこれ。慌てた仲間も銃を撃つ。どうなってやがる。なんでこいつ。兄貴引き金を引いた。くらえ。いってえ。なんて間抜けなセリフ吐いてんだこの俺は。かわいいことやってくれるじゃねえかよ。ミスター。ミスター。はじきの玉なんざ叩き落とすのはそんな難しいことじゃない。マリーナグランデのボート小屋で2発だ確か。やばい、玉込め直さねえと。考えてみろよ。運転手もアクセルから足を離せねえ。固定。実を言うとなミスター、さっき野郎がスタンドで弾いた弾丸だ。やつの能力は触ったものをその場所に固定する能力なんだ。ただのチンピラ同士での噂だもんな。お前につけられた傷のことなんか忘れてやってもいいほどにな。
野郎を倒す方法はある。Fighting God!